姉ちゃん、ごめん、悪いんだけど金貸してくれないかな。そんなお金あるわけないじゃない。てか理由は何？絶対儲かる話があるから投資しろって言われて、その人からお金借りて投資したんだけど、失敗しちゃって借金返さないといけないんだよね。社会人なんだから自分で何とかしなさい。ほら、早く姉ちゃんに電話しろよ。はい、お願いします。分かったよ。一つだけ条件出すけどいいか？あ、ありがとうございます。それで条件と？君の横にいるお姉さん、俺の家でメイドとして働いてもらうってのはどうだ？どういうことですか？3日間だけでいいよ。ちゃんと働いたらお前の借金チャラにしてやるよな。好条件だろ。姉ちゃん頼むよ、俺真面目になるから。わかりました。そうか、じゃあ話は早いな。じゃあ明日から来てもらおうか。え？はい。じゃあこれに着替えてよ。え、これは？うちの制服だよ。これ着て3日間働いてよ。あと今後俺のことをご主人様って呼んでね。へへへ。わかりました、ご主人様。じゃあ。